ありがとう、ハート。ございます。星もありがとうございます。キャノラジありがとう。どういたしまして。はい、昨日はキャノラジをやって、一昨日はコラボ配信だったんで、久々って言っても2日ぶりに普通の配信します。かわいい、ありがとうございます。1じゃないよ 楽しみ。やらないけど やってないけど。昨日料理したやつはメールに送ったけど、ごめんって。いえいえ 全然。そう、キャノラジやってるからね。キャノラジがまあ一人だから あれだけ。キャノラジもたくさんやるにはたくさんお便りをまずはもらわないと何も始まらないので、お願いします。楽しかった、ありがとう。そう、みんなからのお便りがないとそもそもできないというかね。ので、回数を増やすにはお便りが
要です。ハートありがとうございます。ぜひネタお願いします。なんかそう、回を重ねていくごとにいろんな人に見てもらって知ってもらえるの嬉しい。境にこうさんがツイッター上げてたね。なんかね、前にもなんか、なんだっけな、ちんちこちんの時かな、なんだっけ、なんかね、すごい私の書いてくれて嬉しい、嬉しいです。ハートありがとう。今朝の PDCA きっちりしてそうってめっちゃ仕事みたい。まあ課題解決は大事ですけどね。イヤホンマイクしてます。今日夜遅いので、書いてくれて嬉しい、ありがたいですね。こんばんは。そうですね、ささやき配信です。まあ、遅いのであんまり長くはやんないかな。15分で出れたら終わりにしよう。最近配信って書いとこう。ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。美人ですよね、それな。売れキャだって嘘、私の影響で毎日マックのバナナシェイクばっか飲んでるの。
教えてあげてありがとうございます。無線とロケ番組のオファーあったら、普通に出てみたい。今日よく頑張ってね。そうですね、頑張ります。今日初めてっていうの、初めてじゃないけど、初めて行ったんじゃないけど、なんか超今年初なんじゃないか、今年初カラオケ行きました。ちょっとまだでも固い曲みたいなのが来てないので、ちょっと曲を選ぶのはできないんですけど、なんかいろいろ歌ってみた。これからもっと曲決まったりしたらたくさん練習します。今日のミクシキありがとうございます。今日めっちゃ適当よ。ポニーテール、なんとなく去年あの私第2回出たんですけど、第1回の映像もちょっと見たんですけど、第2回のやつの前になんか動画みたいなの送ってもらって、ちょっと第1回の出場者の予選を、まあ長いから全部は見てないけど、飛ばし飛ばしで見たんですけど、第1回も第2回も課題曲に入ってた曲で、ちょっとやろうか迷ってる曲はあります。第3回でその曲はでも課題曲に含まれてるかわかんないので、ちょっとどうなんだろうって感じ。てか久々にさ、その2回の時にさ、シークレットベース歌ったんですけど、なんか今日久々に歌ってみたら、なんか私の声的にはもうちょっと高いから、なんか意外とあれ選んだの難しくなかったって思いましたね。なんかもうちょっと高いやつの方が、でも言うてね、なんか本番緊張して高い音程、なんかいつもだったら絶対に出るのに出ないみたいなことあるから、わかんないな。こんばんちは、今日も雨だったよ。名古屋も雨ってかずっと雨で、なんか割と全国的に雨なのかな。でもスマホの天気見たら文京区晴れってなってたけど、東京はどうなんだ。去年はなんかひたすらカラオケ自主練してたんですけど、本当に歌を習っていなくて、
なんか結局なんかいろいろ教室みたいな探したんですけど、なんか結局行かなかったんですよ。だからもう本当になんかよく分かんなかったから なんか今回は前よりかはちゃんとやりたいなって思ってます。15分経ったからちょっともうそろそろ終わりにしますね。まだちょっと読んだら終わりにします。東京も雨だった。2週間連続すごい。ハートありがとうございます。予選までに練習する時間はどうなんだろうね。なんか公演とか今後、まあ、出るとか分かんないからちょっと分かんない。じゃあ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。おやすみ。おやすみなさい。バイバイ。